早く春彦お兄さんが元に戻らないと、マヨ姉さん倒れてしまいそうです。春彦が好きそうなもので刺激してみたら元に戻るかな。説明しよう。アメリカにまつわるニュースが多い今日この頃、トキオもまた。それは本当か？本当です、大統領。そんなテレビを真剣に見ている。わけではなかった。あ、外出してるのか。時間が時間だ。まだ寝ているのでは。起きてるよ。あ、こんな朝っぱらからなんのよ。レディの前でなんとハレンチだ。貴様には羞恥心というものがないのか。うん。浜屋で刺すな。ドラマの犯人がドンキって言うか。ほら、私ってニュースタンダードな感じするでしょ。しません、黙ってください。息はぁー、うる浜屋、うっ、よし殴ろう。いってぇ、いいじゃん。魔を滅するやだよ。ゆいちゃんの魔が滅せられたよ。おお、なるほど。じゃあお前の魔も滅してやろう。新年早々ゆいちゃんとイチャイチャしたぜ。発想がどうかしてるぞ。ブハハハハ、我ながらナイスアイディア。これで俺の楽ちんスローライフも約束されたも同然っしょ。2年になったんだからよ、使える1年は使わな損損。あ、やべ、髪が。どうぞ、引き続きアフターケアを。悪いな。千尋くんは家庭環境が急激に変わっていますから、ご家庭での様子をお聞かせいただけないかと思って。ご家庭での様子出したらしまえ。では私はこれで。何ですか。帰らないで。圭一郎さんが帰ったら誰がこの状況をフォローするの。ちょっと面談するだけでしょう。うん、だから圭一郎もあとちょっと。ちょっとね。ね、じゃありません。千尋くんの保護者はあなたなんですよ。面談ぐらい自分で何とかしてください。ん、じゃあ圭一郎さんはまどかの保護者ってことで一緒に。千尋くん落ち着いて。せっかくですがお断りさせていただきます。それでは。じゃあ二人ともこちらへ。高取さんにお聞きします。千尋くんはお家ではどのように過ごされていますか。余計なこと、余計なことを言うな、余計なことを言うな、余計なことを。普通です。普通ですか。例えば家事のお手伝いとかは。はい、それはもう手伝いというか全部千尋が。何するの。余計なことは言うな。だって本当のことでしょ。うるさい。あの、家では勉強してます。宿題とか。あんまりしてないじゃん。食事はご一緒に。はい、千尋がいつも作ってくれて。空気飲め。ご飯もダメなの。決まってるだろ、分かれよ。 NG 基準が分かりません。大人だろ、そんくらい分かれよ。分かんないよ。じゃあ何がいいの。全部ダメなの。全部じゃなくて何がいいの。なんだ、仲良しなのね。心配ないか。
ほらにゃーん、猫パジャマ、日給もついてるよ。仕事はもうちょっとで終わるよ。やっぱりモデルがいると違うな。ねえ父ちゃ ん、 ん、もうちょっと顔を近づけてくれる？了解。一応でどう？真面目にやって。うんうん。やっぱり寸止めじゃリアリティがないな。父ちゃん、じゃがいも追加するからブチューってやっちゃって。父さん、今、お今、にっころがし、コロッケ。いや、私の初めてが、まさかの親友に。いいよいいよ、息に行っちゃって。ごめん、日直で遅れちゃった。失礼しました。違うんです、これには理由が、深い深い理由が。 いいのよミヒロ、恋愛は自由だって思うから話を聞いて。皆さん、僕に合わせて姫って言ってもらっていいですか？何？あの歌か。ラブリーチャンスペタンコちゃん、ラブリーチャンスペタンコちゃん、よくあることかもっても女子には大事なの。私の気持ちねえねえ、届いてる、はい、届いてない、遅い、無理だって言われても、はい、今はちっちゃくても、言うな、信じたいこのハートは本物だって。それ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 、ページめくる今日のストーリー、スルリロ、抱きしめる胸に秘めたパワー、ルートガイドに乗ってない新しい世界へとレッツゴー、メタモルフォーゼ、世代だる、姫姫姫姫姫姫、好き好き大好き、姫姫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 姫、姫姫姫姫姫、キラキラリン、大きくなれ、魔法かけても、姫は姫なの、シャ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 、姫ラブ姫ファイト、モッカスモッカスヒゴ。ねえねえ、ポテトって言葉いいよね。ポテト、ポテトってポテトだって。あのさ、ん、ポテトってさ、ホクホクにしてさ、皮むいてさ、薄着のゆいちゃんに、ん、投げつけたら怒る？そりゃまあ熱いし。だよね、投げたい、食べ物だし。だよね、投げつけるってのはあんにくれてやる、ごちそうしてやるって意味も含むのです。うん、じゃあ美味しくしたやつをくれよ、ちゃんと。どうせなら。いや、ある意味美味しいぜ、あっついの。おお、ポテトっていう暴走族、どう？おお、かわいいね、日本一かわいい。でもすっごいんだよ、関東一だよ。病気のせいかな。なに、一さんどうしたの？おう、愛ちゃん大丈夫、なんでもないよ。体調悪いとかじゃないの？うん、そういうんじゃないよ。ポテト、ダメだ。
おい、相川。お、なんだよ、さっきの声。ああ。あれ、イチーたち？すげえ声聞こえてきたけど。うん、あのね、ポテトっていう言葉がハマっちゃったんだって。はあ？なんだそれ。やっぱ変わってんな、あの3人。